はい、古市興奮群のね、円墳を見てきましたけどね。さあ、見れますかね。これです、ね、大きいでしょ。何にも看板が出てないんだけどね。非常に大きいんですけどね。丘の上ですが、これは横にね、豪があるということは円墳かな。どうでしょう。これは大きいね、思ったよりもね。円墳か、これ。航空写真で見ると円墳なんだけどね。綺麗に水のこう残ってます、水がね。5、60メートルありますかね、円墳ね。円墳の5はまあほとんどね、残ってたのないんですけどね、普通はね。連邦公園墳はあってもね、まあ、珍しいんですよ、これはね。こんなんですわ。前方こういう墳ではなさそうじゃない。やっぱ普通の円墳ですね、これは。丸くなってるしね。なんか何もないね。何もないですわ。はい、ここにほら、見えますもんね。今日入れるのかな。いや、風が強いね。すごい風が。ほら、入れないね。雰囲気残ってます、綺麗に。雰囲気を。あ、ここになかった。ほら、綾の古墳って言うんだ。はいはい。いや、やっぱり円墳ですね。62メートルあるね。大きいね。二段墳なんて、二段墳ですね。こうやって見て分かりますね。二段墳、上に丸いね、円墳が上にまたありますからね。やっぱり円墳ですね、これね。ずっと円周になってますか。青山二丁目、ここ。青山二丁目でございます。よいしょ。左から回れるかね。すぐ横道あんねんけどね。出れそうないんやわ、これ。出れるかね。中段階を左、ここ左行けないかね。風が冷たいんでね。問題はビデオがね、止まらんかなー言うてね。あ、出れました、これ。ほら、回れるね。回れますわ、これね。ちょっと 裏側見てみたいからね、ちょっとね。あ、これがあの道ね。はいはい。そうしますと、
風いいな。風がね、ちょっと強いでさ。どこに行ってるの、風が。お？あれ、見当たらんな。どこやったんやろ。あ、そこやね。あらあら、あ、こんぐらい来たんかな。こんぐらい来たんだな。こんぐらいまでね。来ないや。あの裏かでいい、どこやったな、あの裏かな。綺麗に残ってますよ、綺麗に。どこやったな、あそこ向こうから入ったんか。そやな。まっすぐくらいよかったんやね、これね。まっすぐね。どこよかったんや。ここから入ってね。もっとま、ここやな、ここ入ってんやわ。これちょうど一周になるんですよね。青山二丁目やからね。あれ、青山古墳だったかな。ここです、ここ。この辺から入ってきたからね。いや、温度がね、2度ぐらいしないからね。ビデオがね、ポカポカしてる。これ、止まるかもしれない。あ、これやな。はい、ここからずっと回ったんですね。